皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。皆さん、私2日前ぐらいにポストに入ってたたくさんのチリをやっと取り出してチラッと見てたら、ドミノーズ日本語でなんて言ってる、ドミノピザっていうお店がシェイクがあるらしいです。で、日本で売ってるなんかチョコシェイクとか結構まあ全然味が美味しいんだけど、そのオーストラリアと比べるとだいぶ薄いっていう感じで、このドミノピザのシェイクは本当に牛乳、北海道牛乳とアイスクリームとそのソースだけで作られて、なんか本格的なクリーミーなシェイクらしいんで、今日はちょっと買いに行って飲んでみたいと思います。シェイクを買いに行きたいです。で、今ちょっとサイト開けてみたんだけど、皆さん、平日の3時間限定、2時から5時までハッピーアワーもうお酒扱いしてるね、このシェイク。相当だよね。プレミアムシェイク、バニラドームかリッチチョコレートはなんと300円になります。マックのシェイクいくらするか分からんけど、ドミノピザのシェイクは500円で、上にクリームつけるんだったら550円だから、クリームで別料金取るんだよ。じゃあ早速買いに行きたいと思うんですけど、なんか、まあ俺もたまに YouTuber らしいことをしたいんで、あれなんか編集であれやってみようかなと思って、そういうなんか一瞬で行ってきたみたいな、そういう編集、一応 YouTuber なんで近くにあるドミノピザに行ってきますね。せーの買ってきました。一瞬で買ってきました。おー、美味しそう、美味しそう、濃厚で、おーおほほ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 ほ。ちょっと生クリーム少ない気がするんだけど、まあ生クリームつけるんだったらまた50円かかるんで、皆さんちょっと見てこのハッピーアワー、このさっき言ってたこのハッピーアワーのクーポンが使えなくて5日までだった。なんか2日前までのクーポンでクーポン番号使えないって言われて、で、まあ俺はまあ全然その550円払ったもいいけど、なんかもう期限過ぎてるんだったらもうサイトから消してくださいって言ってもうサイトに出てきたらもう有効期限とか確認しないじゃん。もうサイトに出てる時点でもう使えるじゃんと、まあ使えると思ってしまうじゃん。チラシはまあ違うんだけどね、そのサイトでさ、すぐに更新されるんだろうと思って、有効期限とか見てなくて行って、でそれでドミノピザのお姉さんがその200なんか、まあそのハッピーアワーは300円だなんだけど293円とかで売ってくれた。不思議な値段やな、あれ税抜きかな、あれ分からんけど、まあそのクーポンの番号なくてもドミノピザのお姉さんはなんとかできるよね、なんとか安くしてもらえるから、みんな覚えておいてくださいまあ早速ですか、これ、あ、まあこのクリームもアイスクリームも全部北海道製なのか、まあ分からない。じゃあ飲んでみたいと思います。お、生クリーム、うまっうまっ。おほほほ、これめっちゃオーストラリアの味、めっちゃ海外の濃厚な味、これこんななかなか日本にないよ、こんな濃厚な牛乳系の飲み物。このシェイクはいいよ。あ、ちょっと待って、なんかテレビに出てるように反応してみるね。ああ、いやー、これは素晴らしい味ですね。いや、テレビどんな感じ最近テレビ見ないもんな。まあ甘いって言ったら甘い、甘いのが平気な人たちはおすすめします。これやっぱこれで太れるね。俺の婚約者たちみんな太っていいんだよ、もう結婚するからさね、もう太っちゃって大丈夫よ。北海道牛乳って何、まあわ分かったわ、またちょっと聞いて、もちろん北海道牛乳は北海道にいる牛から来た牛乳なんだけど、それ分かってるけど例えば北海道の牛を本州まで連れてきて、その次の日ね、牛乳なんていう、釣ったら牛乳を取ったらそれは北海道牛乳なのか。で、まあそれが北海道牛乳だ
ていうのでさ、もうその北海道から来た牛がもう日本あの本州になって何ヶ月経てば北海道牛乳じゃなくなるの。本州の牛を北海道に連れて行ったらもうどうでもいい話なんだけど本州の牛を北海道に連れて行ったらなんかいつになったらそれが北海道牛乳になる。難しいね北海道牛乳って言わないともう売れない気がするね、牛乳とか。まあ皆さん今日の動画はこれだけです。ドミノピザドミノピザのシェイクをぜひ飲んでくださいね、飲んでみてくださいね。まあ今日はこんな平和な感じで動画作らせていただきました。みんなまたねー。